はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、ファーストテイク、ちょっとシューティングっぽいも、前回もシューティングじゃなかった気がするけど、シューティングっぽくないもの、シューティングじゃないものにも挑戦しようということで、ちょっと路線をガッと変えてね、超ゴジラ、スーパーゴジラ、超ゴジラ。これね、ここにスーパーゴジラって書いてあるけど、これ超ゴジラじゃん。これね、これパッケージの裏面とかを見るとね、思いっきりね、超ゴジラっていうルビーが振ってあるんですよ。どっちかわかんないんですけどね。はい。ということで、スイッチオン。ということで、超ゴジラはですね、迫力のアニメバトルシステム搭載、あの史上最強の大怪獣ゴジラ、ついにスーパーファミコンに初上陸ってことで、ジャンルがちょっと特殊なんですけどね、街を破壊し山を突き崩しながらゴジラを街中に進行させる移動モードと、怪獣との1対1のダイナミックな戦闘を繰り広げるバトルモードからなる超ゴジラでは、君が絶大なパワーと凶暴さを持つゴジラを操作し、臨場感あふれる雄たけびが響く中、迫力ある怪獣バトルを楽しめるということでね、こうなんか移動と戦闘っていうのがあるっていうのがわかるんですよね。でゴジラのそして敵怪獣の闘争本能を見ながら攻撃をかわす新しいタイプのバトルシステムを導入。ゴジラが火炎放射などの大技をかけると画面は切り替わり、大迫力のアニメーションが展開される。それはまさしく映画を見ているような興奮を呼ぶって書いてあって、結構煽り内容がね、パッケージの裏目に書かれてるんですけども、ゲームこれこうカタログ本的なのを見るとシミュレーションとかなってるけども、ちょっとねシミュレーションと呼ぶにもちょっと違うかなという、まあなんだろう、こう比較的アクションゲームって呼んでいいような部類のゲームかなというところです。これデモが終わったらね、タイトル画面に戻ったらね、ゲーム始め、ボタンをちゃんと覚えとかないとダメだな。移動モードでは L ボタン、R ボタンで全体マップ、エリアマップの切り替え、十字キーで、コマンド及びアイテム選択、ゴジラのコントロール、方向転換、Dボタンでコマンド及びアイテムの決定、通信メッセージのオープン。で、バトルモードは、L ボタンがアイテムの使用、R ボタンがアイテムが選択画面の呼び出し、で、十字ボタンで、ゴジラの、コマンド及びアイテムのコントロール、アイテムの選択、ゴジラのコントロール。右が前進、左が後退、下が防御。で、コマンド及び、A ボタンがコマンド及びアイテムの決定とかいろいろ、まあ、ゴジラの攻撃とかもあるかな。はい。ということで、ゲーム始めてみましょう。ちょっとマニュアル見ながらにしよう。危険だから。あとは君だけの頼りだ。ゴジラを君のテクニックでうまくコントロールしてくれたまえ。なんでコントロールできるかよくわかんないですけどね。街の中には様々な敵が潜んでいます。移動には十分気をつけて。これ誰なんだろうね。ビルなどを破壊して進んでもゴジラはダメージを受けてしまいます。そのためにエネルギーの補給やアイテムをもらえるいろいろなポイントを街中に用意している。アイテムをうまく集めながら怪獣のいるところに向かってください。頑張って。これが戦闘区域の地形だということで、地形を見たいな。今この A1A にいて、この赤い、あ、こっちかな、あ、違う、こうか。今左下に、あのマップの左下のところに青いやつがいると思うんですけど、あれが僕ですね。僕ですねっていうのが変な表現なんだけど。で、上に今戦車が現れたんですよ。戦車、あれ間違えた。あれなんでゴジラ、ちょっと待ってよ。ちょっと。違う。上。こいつやっつけよう。よし。で、こういうところに行くと何かがあるんです。あ、ワープしてしまった。あれはワープアイテムだったのか。いやいや、いい加減にしろよ。
ープアイテムって何だ、ワープアイテム。2A2B。ちょっと一度この右側の、右端のこう黄色と青、あ、ちょっと、戦車やっつけろ、戦車やっつけろ。こう決めて時間ダメージを受けないと。これが多分エネルギー補給かな、青いのは。よし、で、あれちょっと向こうに、ちょっとマップが見たい、マップが見たいんだけど、あれ何だろうこれ。下に降りてフィングドラが3本の首から引力光線を吐き出します。気をつけて、どこにいるんだよ。見当たらないけど、あ、ちょっとやっつけよう戦車で。あの青いの3連隊のところにちょっと行こう。どこにいるんだ、やつは。ああ、危ない。ああ、1B の端っこにいるね。よし、エネルギー補給。こちらにエネルギー与えます。どういうことなんだろうね、これ。どういうことかよくわかんないけど、とりあえずエネルギーもらったと。補給が終わりました、移動しますということで、まだあると。エネルギー増えてる。マックスどんぐらいなんだろう、エネルギー。ああ、これもうこれ以上増えないんじゃないの。増えないのに補給してるってこと、これ。いや、ちょっといいよ、もう補給しなくていいよ。3連チャンだから補給みたいになっちゃってるけど、補給そこまでする気ないんだから。いやいやいや、ほんと増えねえじゃねえかよ。あ、来た来た来た、あそこにいる、あそこに。あ、現在通天閣周辺を進行中。どっちがどっちがこっちが、ああ、いや、なんか、ああ、地雷踏んだ。ちょっと補給補給補給、十分補給ですよ。これで、これでだいぶいいんじゃない。あ、600になった。なんか壊されてるな。違う違う違う、こっち。敵が近くにいます、気をつけてください。この人誰なんだろうな。原作見たことある人からすると何かに似てんのかもしれない。おかしいな、このポイントにケンギドラがいるはずなんですが。あ、ちいいか、ゴジラにも敵の怪獣にもお互い強烈な戦闘能力がある。逃走能力が、本能は高まれば高まるほど敵は攻撃を仕掛けてくるし、ゴジラは破壊力の大きい大技で攻撃することができる。怪獣には各々のリズムがあって、本能バーの、上がり方、上がり方、下がり方にパターンを持っている。敵の逃走本能バーが低いところにあるときに狙ってゴジラを前進させていくのだ。できる限り敵の逃走本能を抑えながら最接近したところでパンチ攻撃をしてください。するとゴジラの攻撃ウィンドウが開きます。そしたらすぐさま交代させるのです。ていうか、この人僕じゃないの。下がれば下がるほどゴジラの体内にエネルギーが蓄えられ、より強力な大技攻撃をすることができます。ということで、あ、うわ、あれ、
敵の値は今低い。上がった。そっか、あの上がった時に近づくとやられるのか。あ、ちなみにゲージ上がゴジラで下がキングリドラですね。あの金色のやつですよね。入ったな。気をつけないと向こうも光線を吐いてきます。いや、分かってる。どうでしょう。いや、結構強いな、やっぱり。下がってる。いけ。あ、なんだと攻撃、すぐ撃った。そうか、下がれば こっちの攻撃がいいのになるけども、その前に敵が攻撃するパターンもあるから早めに撃たなきゃいけないのか。それは、うーわー、あれ、今だ。え、マジ。あれ違うよ、こっち攻撃したじゃん。あれ、マジか。え、マジ。え、当たってよ。あれ、なんで当たんねえの、こっちの攻撃。え、嘘だろ。マジかよ。すげえ食らってる。なんか食らってる。あ、やべえ、これもうダメじゃん。もうどんどん撃ってこう。あのクエスチョン何だったんだろう。そう、アイテムあったな、使っとか、アイテム、なんかアイテムがあったはず。あれ、アイテム使ったの今。うわうわ、なんか上がってんの、上がってるのに使えない。あれ、なんで、あれ、これエスケープなんだっけ。嘘だろ。え、死ぬんじゃない。わーい。死んだ。結構厳しいな。マジか。もう少しなんとかなりそうな気がするんだけどな。まあコンティニューできるけど、しないけどね、ファーストテイクだから。いや、結構今だって、あれ、ゲージが上がった時に近づこうとしてもスピード遅いじゃない。あれ、これダッシュとかできたっけ。誰か敵がガーンって来る前にパンチ決め込まなきゃいけないのか。あと、あ、防御か。下で防御して敵の攻撃を受けた後に行けばいいのか。なるほど。ちょっとね、もしこのゲーム続き見たい方、ぜひコメント、あとね、グッドの評価していただけるといいなぁなんて思います。そうしないとね、なかなか他の曜日のね、チャレンジでどっかでね、こうやれたらいいかなと思うんで、はい、ぜひお願いします。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さっきかんでした。